はいどうも皆さん、四季島と申します。とけ、今回やってまいりましたメイキングエンリセターベタープライスナンバー60のアップデートが入りまして、皆さん嬉しい恥ずかしいドキドキの PR 調整および武器の性能調整が入りましたので、今回はそちらの方をつらつらと確認していきたいと思います。はい、というわけとうとう来ましたね。定期的に行われる PR の調整やら武器の変更、武器のね性能調整なんですけれども、まあ結構ね今回数が多いので、もうどんどんね見ていかないと時間がなくなってしまうので、もうどんどんつらつらと見ていきましょう。はい、というわけでまず早速ソ連からなんですけども、ソ連の武器はですねたった3つしかないです。残念なんですけども、まあとりあえず上から見ていきましょう。まず DPM が BR4 から3になりました。まあこれは妥当でしょうね。 DP27 のまあ上位互換といえば上位互換な、まあ性能の機関銃なんですけれども、まあ反動が少しね柔らかくなったというか、まあ反動制御がね少ししやすくなりましたよ、ほんのりしやすくなりましたよみたいな、そういう性能だったんで、まあ BR3 でいいと思います。 DP27 と同じでね、なのでこの辺りはね妥当だと思います。次 PPD1944 ですね。これは課金分隊です。そう、課金分隊のサブマシンガンなんですけども、そちらの方が BR4 から BR3 に移動しました。まあこれなんですけども、71発のドラム型マガジンの、サブマシンガンなんですけども、発射レートがですね PPD とかシュパーギンよりもだいぶ遅くて、600くらいしかないんですよ。まあとはいっても600ですからね、600で71発のマガジンなんで、まあ結構強いかなとは思うんですけれども、まあ予備弾倉がね1個しかなかったり、まあそういうところもあるから、まあ BR3 でまあいいかなっていうところはあるかな。ちょっと強いかもね。低 BR ブロック隊だと結構強いかも。はい、じゃあ次ですね。次 SU76M ですね。こちらの方が BR3 から BR2 に移動しました。まあこれも妥当でしょう。これ自走砲ですね。そう、課金戦車なんですけども、ここにね 76mm って書いてある通り、76mm 砲搭載なんですよ。そう、76mm の自走砲強いじゃんって思うかもしれないんですけども、そこまで強くないです。はいね、まあ装甲貫通が 80mm ちょっとしかないんで、なので4号戦車 F 型以上ですか、ね、J 型とか G 型とか、あのあたりの車体正面ギリギリ抜けるか抜けないかって形ですね。多分ほぼほぼ抜けないと思いますね。砲塔正面でもちょっと怪しいところがあるかなっていうくらいの、まあそれくらいのね装甲貫通しかないからね。それプラス装甲がペラペラです。装甲がペラペラ、20ミリぐらいしかないんでしたっけ。そう、20ミリぐらいしかないと。でさらにですね、オープントップな上にしかも車高が低いと。そう、車高が低くてオープントップなんで、もう狙撃を受けまくるんですね。もう狙撃地獄ですね。はいまあそういう自走砲だったんで、まあ BR2 でいいかなと思います。まあこの辺りは妥当かな。まあというわけで、まあソ連は全体的にこんな感じですね。まあ大体妥当だと思いますね。いいと思います。はい、とけ、次連合軍ですね。連合軍なんですけど、連合軍の方はねいきなり話題になってますね。そう、まずここ SMLE マーク3が BR3 から BR2 になりました。これはいいと思いますよ。これはいいと思いますね。まあイギリスをね代表するショートマガジン D なんですけども、まあ BR3 だったんですよね。なのでちょっと高 BR 帯だと難しいライフルなんで結構微妙な扱いだったんですけども、まあ今回ね BR2 になったということで、低 BR 帯で安定して使える銃となりました。本当これはいいと思います。これは本当にいいとは思うんですけど、なんと次リーエンフィールドナンバー4の方もなんと BR3 から BR2 になりました。マジかマジか。 BR2 ですね。ナンバー4がね、このリーエンフィールドナンバー4ってね、私ねこのエンリステッドの中で最強のボルトアクションライフルだと思ってます。はい、最強です。最強クラスとか最強レベルとかじゃなくて、もう最強ですね。というような武器がいきなり BR2 ですからね。おうってなりますね。ね、まあ
そう、まあそうですね、ショートマガジン D がね2位になるのは全然 OK なんですけど、これちょっとどうかなって思うかな。まあ別に問題はないとは思うんですけどね。まあ確かにな、連合軍のね、連合の、まあ、ボルトアクションライフルは結構扱いが難しいやつが多かったから、まあロスライフルはいいとして、まあ、それ以外がねちょっと難しい銃が多かったからね。まあSMLE とかリーエンフィールドナンバー4で強化しようっていうのはわかるんですけどね。まあ何はともあれね、こんな感じで、まあ、リーエンフィールドのマーク3、そしてリーエンフィールドナンバー4が BR2 になりました。はい、じゃあ次ですね、次ウィンチェスター G30M が、BR3 から2になりました。これも妥当だと思います。これあれですね、あの5発弾倉のガーランドみたいな性能のやつですね。全然 OK だと思いますね。アルマゲラとか、あとはね、姿勢自動小銃併合とかもね、あの5発とか6発なので BR2 ですからね。まあこれも妥当だと思いますね。はい、次なんですけども UDM42 ですね。こっちはですね、25発弾倉の、まあ、トンプソンみたいな性能ですか。そっちの方も BR3 から BR2 になりました。まあこれも妥当かなね、いいと思います。ただ次なんですけどね、クソ猫ですね。クソ猫の方が BR5 から BR4 になりました。まあ BR4 なんで環境的には変わんないんですけど、まあちょっとやっぱり扱い難しいですよね、ヘルキャットね。高 BR ブロック帯で強いかって言われると結構微妙だし、じゃあ BR3 にして低 BR ブロック帯とね、マッチングするとなると今度は逆に強すぎるっていう風になると思うからね、扱い難しいんですよね本当にね。まあそういうところもあるから、まあ一応 BR4 にしておいて、まあ将来的にはもしかしたらワンチャン BR3 になるかもしれませんね。まあ今はこの辺りが落としどころかなと思います。はい、で次なんですけども、チャーフィーですね。チャーフィーが BR3 から BR2 になりました。これもいいと思いますね。まあ BR 高 BR 帯だとねやっぱり難しいところもありましたからね。まあ低 BR ブロック帯になって、まあいいかなって感じかな。この辺りは妥当だと思いますね。まあというわけで、まあ連合なんですけども、やっぱりこの辺りが大きいかな。この辺りね、ボルトアクションライフルの環境がだいぶ変わるかなって感じかな。では次、枢軸軍なんですけども、枢軸の方もね結構変わりまして、しかも中にはねちょっとあの重大な変更もありますので、そのあたりの話もちょっとしていきます。でまず最初、チェッコ銃ですね。チェッコ銃の方が BR3 から BR2 になりました。これは妥当でしょうね。チェッコ銃ね、まあ20発弾倉で、まあ、レートが速くて、でまあ反動が強いって感じですからね。まあ、やっぱり高 BR 帯だとね、やっぱり使いづらかったから、まあ低 BR ブロック帯でいいと思います。この辺りは妥当だと思いますね。で、次なんですけども、フォルクスケベアですね。フォルクスケベア2の方が BR3 から BR2 の方に移動しました。これもまあ妥当でしょうね。まあボルトアクションライフルとしては10発の弾倉っていうのはいいとは思うんですけれども、特徴がやっぱりそこしかないんですよね。10発の弾倉が使えますよっていうぐらいしかない。それ以外のね性能は本当に普通のねボルトアクションライフルだから、まあ BR2 で、まあ、妥当かなと思います。はい、で次、スコープマウントを備えたカルカの M91 が BR3 から BR2 に移行しました。これもまあ妥当でしょうね。このゲームの中で一番発射レートが遅いボルトアクションライフルなんですよ。そう、33ですね。そう、発射レート33っていうね、このゲームで一番発射レートが遅いね、ボルトアクションライフルなんですけど、まあね、2でいいと思いますね。で、次、同じようにスコープマウントを備えたゲウェア98ですね。このあたりが BR3 から BR2 になりました。これも妥当だと思います。ね、逆に、今度はね、このゲームで一番高い攻撃力を持つボルトアクションライフルですね、ゲウェア98。フルカスタムでダメージが 29.1 ということで、頭が2つくらいね飛び抜けてる、まあダメージを叩き出せるんですけれども、まあそれ以外もやっぱり普通とやっぱり普通の性能なので、BR2 でいいと思いますね。はい、で次なんですけども、ベレッタ M1 の方が BR3 から BR2 に移動しました。これも妥当でしょうね。
ベレッタ M1 の前後にね、あの MP38 と MP40 があるんですけれども、まあどっちもね BR2 なのでね、その真ん中に挟まれたベレッタ M1 だけがね BR3 でちょっと違和感あったんですけども、うん、それが BR2 になったよっていう話ですか。まあ能力的にもね40発弾倉を使えるんですけども、まあ能力的にも BR2 相当だと思いますから、これも妥当だと思います。はい、で次エルマ EMP の方がやっぱりこっちでもね BR3 から BR2 になりました。うん、まあこれも妥当でしょうね。だいたい MP38 とか MP40 と同じようなね性能ですから、まあこれも妥当でしょうね。はい、で次が少しで大事でして、 OG43 の方が BR4 から BR2 になりました。そう、一気に高 BR ブロック専用から低 BR ブロック専用になりました。そう、この OG43 ってあれですよ、あの数軸のイタリアのあれですね、あのフォルゴレ空挺分隊のね固定武装のやつです。そう、そっちの方がね BR2 になりました。これも妥当だと思います。まあさすがにねあの性能で BR4 はないですよね。じゃあなんでねそんな性能のやつがね BR4 だったかっていうとね、あのフォルゴレ空挺分隊の特殊能力として、あの空中投下物資の方からね、あの火炎放射器が拾えてたんですよね。まあだから強いからということで、まあ強制的にまあ高 BR ブロック体専用の BR4 になってたと思うんですけれども、まあそのね、あの火炎放射器も弱体化されましてね、まあ使いにくくなったということもあるから、まあ BR2 でいいかなっていうふうな、まあそんな変更になったんだと思います。うん、これはいいと思いますね。でしかもですね、このフォルゴレ空挺分隊がそうですね、実情の、数軸軍で唯一使える低 BR 隊で唯一使える空挺分隊となりました。うん、この辺りもねソ連の方と、まあ、バランス取れていいかなと思います。はい、というわけで、まあ、そんな感じの銃が BR2 になりました。うん、で次パベシ M42 が BR3 から BR2 になりました。うん、これあれですね、金チケットで取れる、セミオートマチックライフルなんですけども、まあ、性能は本当にこれアルマゲラです。そう、アルマゲラとほぼほぼ変わんないような性能なんでね、まあ、BR2 でいいと思います。で、次、こっち結構歓迎してる人多いですね。そう、MP40 のサプレッサーの方が BR3 から BR2 の方になりました。うん。まあ MP40 のサプレッサー付きなんですけれども、まあこれイベント景品だったんですけどね、うん、BR2 になってこれも歓迎する人多いですね。まあ単純な MP40 と比べて、まあダメージが低いんですよね。ちょっとだけダメージが低いけれどもサプレッサーが付いてるよというようなやつですね。うん、ではそれが BR2 になりました。ただですね、これね、あのイベント分隊で、あの対戦車兵がいるんですけれども、その対戦車兵がねデフォルトでパンツァーファースト持ってるんですよ。そうで、パンツァーファーストの BR が3なんで、だからねそれ装備している分隊なんで BR 自体変わんないんじゃないのって思うかもしれないんですけれども、現在ですね、そのパンツァーファースト取り外しが可能なんですよ。そうなので、そのパンツァーファーストを外して、だから GRB とかシュトゥンピストーレの方をつけると、まあ、BR2 で遊べますよっていうこともあるから、うん、今回のね変更で、まあ、安定して低 BR ブロック帯でね、まあ、普段使いできるかなと思います。はい、うん、で次なんですけども、ディッカーマックスですね。こちらが BR4 から BR3 になりました。ディッカーマックスね、ディッカーマックスも結構難しい戦車ですよね。高 BR 隊だと確かに大変だと思う。だから低 BR 隊だと結構強いかなって思いますよね。装甲は確かにね薄いっちゃ薄いんですけども、全くないわけではないからね。アメリカとかの 37mm 砲とかだったら結構弾くかもねっていうような性能だからね。まあでもやっぱりオープントップだしなっていうところもあるから、まあ BR3 でいいのかな。まあちょっと低 BR ブロック帯でちょっと見たいですね見たい戦車かなと思います。うん、いいと思います。はい、というような感じなのが、まあ、数軸軍ですね。うん、まあそうですね、やっぱりこの辺りの空挺分隊が、まあ、低 BR ブロック帯で使えるようになったよっていう点がちょっとね面白いかなと思いますね。うん、いいと思います。まあそんな感じでしょうか。はい、というわけで最後日本なんですけども、日本はね2つだけです。うん、まず、自動小銃、姿勢自動小銃併合ですね。あの、金チケットでもらえるやつです。そう、あの、10発弾倉型のやつが、そっちの方が BR4 から3になりました。うん。これもいいと思いますね。
ね。まあ、金チケットで取れるやつなんで、まあ、入手方法がまあ限られてるし、うん、まあ10発とはいえ、まあ、ガーランドがね8発ですから、まあ別にまあ3になってもいいかなって感じかな、うん、こっちはいいんですよ、こっちはいいんですよ。はい、次ナートが BR3 になりました。4から3になりました。これさ、ナートさ BR2 でいい、そう BR1 とか2でいいよこれBR3 になっても使う人いないでしょ、さすがにね。ね、せめて榴弾の数増やしてほしいね。榴弾の数をもうちょっと増やしてくれたらいいかなとは思うんですけどって感じですよね、うん。APCR 持ってるとはいえ安定して、やっぱりシャーマン76じゃない、シャーマン A2 か、シャーマン A2 とか安定して撃破できるというわけではないし、なんといってもやっぱり車体の性能が低いっていうのもあるからね。 BR3 でもやっぱり使う人はそんないないんじゃないかなと思う。 BR1 か2でいいと思います。はいまあそんな感じが、まあ日本はそんな感じで2つしかないですね、うん。まあ、というのが全体的な PR 調整でした、うん。そう、これ気がついた人いると思うんですけれども、今回のね PR 調整って全部下がってるんですよ。そう、PR が全部ね大体下がってるやつなんですよ。上がってるやつが一個もないんですよね。でそれでいて結構ね歓迎ムードって感じかな。みんなね喜んでるって感じでしょうね、うん、いいと思います。というわけで、まあ本当にそうですね、環境が変わるっていうところはやっぱりボルトアクションライフルと、やっぱりこの、空挺部隊が増えるよって形かな。 TBR ブロック隊でね、うん、まああとは順当に下がってるって形でいいと思いますね、うん。というのが、まあ、今回の BR 調整でした。はいはい、というわけでここからが、武器の性能変更の方を紹介していきたいと思います、うん。といってもねそんなに数がないので、まあ、上から順当に見ていきましょうか。まず最初、M1C ガーランドの精度とダメージが増加しました。うん、これいいと思いますね。そう、M1C、あのスコープがついてるやつですね。で、まあ単純にね、スコープがついてる普通のガーランドとあんまりというか全く性能がね、変わんなかったんですけれども、まあ精度とね、ダメージが増加したということで、うん、かなり明確なね、区別がつくようになったかなって感じ、形かな。うん、いいと思います。ダメージが上がったスコープライフル、スコープ付きのセミオートマチックライフルとして考えると、非常に強いと思いますね。うん、いいと思います。で、次、ZK383 の発射速度と、反動が減りました。うん。発射速度が660から700に増加した上で、反動がなんと 25% も減少しました。結構派手に反動変わりましたね。うん。もともとそんなに反動強いとは思ってなかったんですけども、そこからさらに 25% 減少ですか。いいと思いますね。ね。で、発射レートも700台に乗ったということもあるからね。いいと思いますね。うん。まあそんな形なんで、まあ使う人増えるかな。今本当に使ってる人全然見ませんからね、うん。BR3 くらいにしてもいいかなとは思ってはいたんですけれども、まあこれくらいの性能だったら、うん、BR4 でいいかなと思いますね、うん。いいと思います。で次、スコープマウント付きのカルカノですね。スコープマウント付きのカルカノの発射速度が毎分33発から40発に増加しました。うん、これさっきね紹介した BR が3から2に減った、まあ、狙撃ライフルなんですけども、まあ元々がね33という非常に遅い発射レートだったんですけども、まあそれがね40に増えましたよっていう話でしょうか、うん。まあとはいっても40ですよ。それでもやっぱりねボルトアクションライフル界の中でやっぱり一番低いままですね、うん。だからあんまり変わってないかなまあこの辺りはねあんまり変わってないかなと言っていいと思います。はい、では最後なんですけども、4式自動小銃のリロード時間が 5.2 秒から4秒に短縮されました。うん、これもいいですね。そう、ここね 5.2 秒って書いてあるんですけども、これ最短で 5.2 秒なんですよ。最長でだいたい8秒くらいなんですね。そう、かなりねリロードがかかるライフルだったんですけども、まあ多分これも最短かな、最短で4秒になったということなんですけども、まあ最短で4秒だと、多分あれですよ、あの連合のジョンソンライフルですね、ジョンソンライフルとほぼほぼ同じになったんで、うん、いいと思います。
ジョンソンライフルの方はね、使いやすいんでね、リロード時間ね、そんなに長くないからいいなって思ってたんですけど、うん、そんなジョンソンライフルと同じぐらいになったっていうこともあるからね、やっぱり4式自動小銃、まあ、使う人増えるかなと思います。いいと思います。はい、というわけで、まあ武器のね、性能に関してはまあ短いんですけども、まあこんな感じですね。全体的に使いやすくなった武器が多いかなって思いますね。まあこんな感じでしょうか。はいはい、というわけで今回はそんなメイキングエンジセッターベタープライスナンバー62の方で行われた武器の BR 調整及び性能調整の方をざっと見ました。うん、まあ、本当に今回のね、武器調整、BR 調整はいいと思います。ね。フォーラムでもね、結構歓迎一辺倒っていうところがあってね、うん、いいと思いますね。そう、不満らしい不満が特にないんですよ。うん。ただですね、私個人で思ったのが、今回の BR 調整って、BR3 から2になった武器がね、多いんですよ。そう、BR3 から2へ、ね、移動したっていうのがね、多いんですよ。なので、やっぱり BR3 がやっぱりこれまでね、難しいって言われていたところで、やっぱり明確な低 BR ブロック体と高 BR ブロック体の線引きができつつあるような印象を受けますね。うん、ね。低 BR ブロック体の武器は低 BR ブロック体で、で、高 BR ブロック体の方は高 BR ブロック体の方で、みたいなね。そういう明確な線引きができつつあるような気がします。ね。BR3 から2へ移動っていうね。うん。まあ、というわけで、まあ、やっぱりどんどんね、環境は変わっていきますね。うん。あと、やっぱり多いのが、やっぱり BR プラスマイナス1でね、まあ、マッチングするようにしてほしいという声もありますからね。うん。まあ、そのあたりを考えた、まあ、BR 調整ということなんでしょうかね。うん。まあ、このあたりはね、まあ、注目していきたいかなと思います。はい。というわけで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらですね、チャンネル登録高評価の方もよろしくお願いします。それでは四季島でした。